余剰プルトニウムの増加、そういう治療が大変、おかしな生活が進んでおります。その大間の海岸、約20キロに函館市があります。大間の町からは原発は見えないのに、海岸の函館からは大間原子力発電所の建設中の建屋が見えるという大変危険な状況です。今日は函館から大間原発所長、原告団の武田さんが見えています。函館から来ました大間原発、大間市が大間マグロで有名な大間の原子力発電所が作られようとしています。建設の許可が出たのは2008年4月です。私たちが海岸の町函館でこの大間原発、大間市が許可を出したのは国が間違っていると許可の取り消しを求めて裁判を起こしています。その裁判の過程で今6回が来ましたけれども、その過程で大変な事故が起こってしまいました。新海とは一言ではありません。あと、それで私たちの問題だと本当に原発はいないと声を大きくして言いたいと思います。私たちは大間原発といって安全な原発機関が宣伝をされましたけれども、原発という名のプルトニウムをどうするかという、もう次の段階に入った原発です。まだ炉心に燃料は入っていません。このまま大間原発を出たかないで止めたいと思います。全国の皆さん、大間原発は大間違い、大間原発はいません。ぜひ皆さんの力でお客ください。大間原発止めましょう。大間原発いりません。安全でおいしいマグロが食べます。そのことはとても大事なことです。食料を安全に食べることが私たち職人の大事な願いです。もう全社の6000人間がそういうもっともっと汚されるようなことを言うことはありません。みんなの声で見えましょう。ぜひ皆さんの力をお出しください。この大勢の人の力を持っていれば生活を転換することが可能です。大間原発が6カ所再生工業にもつながります。もう汚い汚さを出すようなことにお金を使うようにはそれをどうやって止めていくかに意を込みましょう。もう世界が変わったんです。大間原発の大間市がよろしくお願いします。原子力発電所の問題、今回の3月11日の問題が明らかになったのは、原発は安全で事故を起こさないと言って政府が何も住民の避難、防災、準備をしていなかったことが明らかになりました。事故が起こったら政府は住民の命を守らないんだということが証明されたのが今回の結果です。